皆さん、こんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作り、やるたびに完全に、新しいチームが出来上がります。はい。イブラヒモビッチ。コスタリカのストライカー。コスタリカのミッドフィルダー。はい、カンテが入ってますね。レスターのね、黄金期を支えた圧倒的なね、ダイナモですね。ダイナモタイプの、守備的なディフェンシブミッドフィルダーと、守備意識、インターセプト、プレッシング能力と。はい。で、あとね、カウンター能力高いですね。そして、それとスピードが関連しているということで、このね、スピードとインターセプト、守備意識、プレスカウンター、全部関連性のある能力ですね。あと、スタミナもそうですけどね。はい。これがね、それぞれ高いと、もう、そこにね、作用し合って、非常に、守備能力から、カウンターにつなげる能力の高い選手になると。スピードもついてるんでね、ボール奪ってから、もう急激な変化ですね。攻撃に出て、そのままね、相手のバイタルまで突き進んでしまうような、そういう推進力があることが予想されるステータスになってますね。はい。ジルジーニョ。この人も十分ね、うまい選手ですね。スペインのサイドミッドフィルダーですね。スペイン人らしく技術的な能力が高い。スピードはあまりないと。はい。スペインのバルトラ。ベイリーナイト。ナイジェリアのサイドバック。アルゼンチンのセンターミッドフィルダー。スピードがありますね、多少。はい。キーパー、韓国のキーパー入ってますね。控えが、オーストラリアのディフェンシブミッドフィルダー、オーストラリアのサイドウィンガー、スキラノリッチセンターバック、出口と。はい。なるほどね。バルトラは使うんですかね、これ。ちょっと難しいですね、でもこれ。はい、もうこれで行くしか。いやー、厳しいな。あとどこか入りますかね、これ。入んないですね。この人変えるぐらいか。スキラノリッチとベリーナイト。で、コスタリカ。まあね、このバルトラは決して悪くないですね。もう全部80みたいなね、感じのステータスなんで。で、この人サイドか。イブラヒモビッチが一人入ってるんで、いやー、難しい。いや、ちょっと守備的。カンテをそうか。カンテを前で使えますかね、もう。そうすれば、話は変わってくるような。そうですね。右ダブルにするとかいう感じですかね。いや、これ相当強いですね。ここのカンテ、井出口、ジルジーニョとは非常にね、強烈なプレッシングライン形成してるんですけど。ちょっとこれでいってみますか。若干守備的すぎますけどね。もう攻撃、ズラタンにやってもらってね。はい。いやー、こうしたいな、ちょっと。できないか。まあ、いや、一回これで、あ。いや、ひどい。オフェンシブミッドフィルダーいないですね、これ。この人を、ここにね、やるしかないぐらいですね。はい。相手はコロンビアと。さあ、これね、ディフェンス十分ですけど、攻撃がね、前に進むかどうかですね。ここに、イブラヒモビッチ来ちゃってるんで、はい。で、これ真ん中にね、誰も走ってないですね、これ。いやー、奪われてる。はい、奪って、これは大丈夫ですね。いやー、強いですね。はい、出口のロングシュートですね。はい、出口から、ズラタン経由して、はい、アルゼンチンの選手。カンテが行きます。で、ジェルジーニを奪って、ズラタンに出して、シュートはブロックと。はい、カンテから、イブラヒモビッチ、シュートで1点ですね。やっぱりね、ダビンソン・サンチェスとミナね、コロンビアのセンターバック、2人とも、でもかなり強めにね、ボール際、球際来るんで、足元で受けた時に決めるの難しいですね、ちょっとやっぱり。はい、これはキンテロに奪い返されてますね。カンテが行きます。いや、やっぱりプレッシングライン相当に強力ですね、これ。はい、ウィトロと。はい、サイド使って折り返し、ズラタンは。はい、はい、もう一回。いやー、ちょっと浮いちゃいました。でも意外と攻撃ハマってますね、これ。やっぱりショートカウンターの形ですね。もう、センターミッドフィルダーが完全にプレッシングライン形成してるんで、そこでボールね、奪って前に出てくる。はい、もう一回。いや。は
アイジェルジーニョからビートロがサイドに展開して、クロスイブラ。もう一回。はい、クロスイブラと。うん。はい、当てて回して、サイド使って。いやー、無理か。いやー、相当ね、ズラタンが一人で頑張ってますね、もう。はい、1-0 と、センターバックいらないですね。サイドバックもね、まあ、サイドバックがいてもいいか。一人。いやー、技術が足りないですね。この人入れるしかないか。ウィンガーですね、しかも。いや、どうしよう、これ。はい、ここにね、一人欲しいですね。入れちゃうか。ちょっとね、技術的に足りないと思うんですけど、ちょっとこれで、はい。で、フォーメーション変えずにね、また、このセンターミッドフィルダーラインが一つのポイントになりますね。はい。これね、カンテが行きます。うん。ファルカを、チェルジーニョを奪って、ズラタンに当てると。で、サイド使って、奪われると。はい。またね、カンテの出番ですね、これ。はい。イブラヒモビッチ、ミナ。サイド使って、あ、うまいですね、今の。はい。非常にね、柔らかいボールタッチで、一発でね、ミナを、剥がしてクロスですね。はい。カンテが行きます。はい、奪って、ちょっとね、溜めてから、うわー、流れちゃった。あ、今のダメですね。ちょっとイブラヒモビッチね、完全に、サイドに流れちゃってるんで、これ消えちゃうとね、真ん中でターゲットマンいなくなっちゃうんで、はい、出口が行きます。はい、ジェルジーニョ奪って、そうですね、この時、ここですかね。はい。いやー、強いですね、今。ちょっとね、まあ、もたもたして崩しですけど、一応ね、形にはなってるんで、よしとしますか。はい、ミドルシュート。危ない。はい、折り返してシュート1点と。ちょっとね、今一瞬センターバックの集中が切れてますね。はい、これはアルゼンチンの選手がプレスに行くと。はい、奪いましたけど、奪い返される。で、奪い返して、ここですね。みんな強いですね、今。イブラヒモビッチからボールも奪ってますね、完全に。頼む。うわー、かわされた。はい、ちょっとね、ファルカオにやられちゃいました、今。さあ、取れるか。はい、カンテが奪って、カウンターですね。これはもう、ここ、いやー、ひどい。ひどい。今のオフサイドはひどい。はい、カウンターのチャンス一回潰しました。ズラタン。いや、ここ空いてんな。はい、押さえて、ウリベにカットされると。うん。はい、真ん中使って、シャドウ使って、戻して、はい、いいですね、今。だいぶ、後半良くなりましたね。うん。はい、ちょっとね、ミドルシュートは無理か。はい、シュートブロックと。はい、というわけで終わっちゃいました。4-0 ですね。後半シャドウストライカー1人つけて、だいぶね、イブラヒモビッチの働きが強化されて、良くなりましたね。カウンターというか、組み立てですね。そこで効いてたんでね。前半ね、セントフォードズラタン1人で、しかもインサイドハーフ設定せずにサイドミッドフィルダーということで、だいぶね、ズラタンが孤立する形ができちゃいましたね。ただそれでもね、一応ボールキーパーは、そこそこ出てきて、攻撃もね、できてたんですけどね。まあ、全体のね、フォーメーションの機能として、パスするにしても、縦に早くつなぐにしても、この最前線と中盤をね、つなぐ役割の人一人、欲しいですね、最低でも。はい。それがなかったんでね、やっぱりうまくいかなかったですね。後半は、センターバック外して、シャルストライカーね、一人、コスタリカの選手をつけたんで、多少ね、マシ、多少というかだいぶですね。はい。やっぱりね、ここ、誰でもね、一人いるかいないか、大きな違いだと感じましたね。はい。もう一人いるだけでくさびのコースがね、一つ増えるんで、はい、組み立てもだいぶ楽になるという感じの印象をね、受けましたね。はい。全体的にやっぱりここ、カンテがね、相当効いてましたね。まあ、あと入り口とジェルジーニョもそうですけどね、はい。このフィルターライン非常に、機能良かったと思いますね。最初ね、カン
て、もう後ろで使う心つもりだったんですけどね、前に上げたのは大きな正解でしたね。やっぱりね、プレッシング優れる選手で、より守備的と思われる選手でもね、できるだけ前に使って、前の中心ですね、そこの方が、チャンスというかね、ゲームに関わる機会多いんで、ね、はい、プレッシングラインを形成するの大きな、やり方だと思いましたね。これ、最終ライン、ディフェンシブミッドフィルダーラインに関して落としてると、また全然ね、中盤のプレスのかかり方変わってきちゃうんで、まあ、できれば前に使うっていうね、感じですかね、はい。それが、大きな、一つの、大事なことだとね、思いますね。そんな感じですかね。あと、サイドミッドフィルダーの働きも悪くなかったですね。まあ、ウィング設定じゃないんでね、ちょっと、フィードを当てる感じにはならないんですけど、もう、後ろからね、飛び出してくる感じになるんでね、はい。前でちょっと作って、飛び出しにパスでね、落とす感じで預けるっていうね、そういう、ボールのつなぎ方もできますね、はい。それがなかなか良かったかなと思います。まあ、あとは、井出口のね、キック力が意外とあるっていうのがね、わかりました。ただ、ロングシュートね、あまり入んないですね。まあ、ただ、それにしても、ロングフィードね、うまく飛ばせるなら、ですか。はい。井出口はプレッシング能力優れてるし、キックもね、うまいなら、だいぶ有用な選手だと思いますね。で、ジェルジーニョは、まあ、足元の技術ですね。ここに、やっぱりうまさがあるなっていう、感じですかね。はい。で、フォーメーションとしてはね、できればインサイドハーフを一人、置きたかったですけど、そうするとね、やっぱりプレッシングラインが崩れちゃうんで、カンテ、井出口、ジェルジーニョのラインがちょっと、若干機能不全になっちゃったりするんで、まあ、この場合、ストライカーに配置した方がいいのかもしれませんね。はい。で、あるいはね、ストライカーに配置して、なおかつサイドミッドフィルダーとウィンガーを切り替えるみたいなね。はい。ウィンガーね、サイドミッドフィルダーにすれば下がってもらう形でボール受けてくれること多いんで、はい。組み立てとしては楽になるっていう感じですかね。はい。まあ、その辺ね、戦術によって、パスサッカーやるのか、縦に早く攻めるのか、によってね、使い分けるべきかと思いましたね。はい。というわけで今回はサッカーコロンビア代表相手に4対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと、思います。今回はこれで失礼します。